とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。無限ダイナモができますということですね。ありがとうございます。試したところ、できました。無限ダイナモは本当にね、嬉しいよね。これ探してました。で、やり方ですけども、必要な装備が一つあります。それが爆発系のクロスボウですね。爆発のクロスボウか、爆縮のクロスボウ、もしくはファイアボルトスロワー、そのいずれかが必要です。で、エンチャントは別に何でもいいです。エンチャントは別に何でも構わないんですけども、条件が一つ。一発で敵を倒すことです。一発で敵を倒すことができれば、ダイナモが切れません。無限ダイナモができます。で、ダメージがね、普通に攻撃しても1300万なのよ。普通に攻撃して1300万。それじゃあね、ちょっとエンチャの敵が倒せないと思うので、火力をちょっとモリモリにしてみました。まあ、急ごしらえな装備なんですけども、急兵のアーマーだね。遠距離ダメージが 30% アップ。プラス、臆病。です。臆病で、さらに 40% ダメージが上がります。で、爆縮のクロスボウにパワーを入れてます。33% アップですね。これがね、黄金にリフレッシュがついてます。で、リフレッシュも、効きます。うん。リフレッシュも発動して、ポーションバリアは使いやすくなるんだけども、そこをね、連鎖反応だったらもっと良かったかな。うん。まあ、リフレッシュでも全然いいんですけども、うん、連鎖反応の方が、俺は良かったかなと、思います。まあ、とりあえず、一発撃ちますと、これぐらいのダメージが出ます。まあ、2900万とか、2600万とか、かなりのダメージでしょ。これを、撃ち込んでいきます。まあ、今のは、カカシなんで倒せなかったので、ダイナモは切れてしまいましたけども、これがワンパンで倒すと、どうなるのか、お見せしましょう。それでは行きましょうか。アーティファクトは、羽とカバン、そして影の断片。この3つですね。まあ、影の断片は、まあ、一応、緊急回避ということで、つけてます。で、ダイナモ20溜まってますね。この状態で敵をワンパンすれば、こんな感じで、ダイナモが切れません。で、一応ね、パワーポーションでダメージは上がるので、カバンを装備してる感じです。多分あれなのよ。防護がついてる敵はこの2000何百万ぐらいでは倒せない気がするのよね。なので一応パワーポーションを飲んでいけば安心かなと思ってやってます。おい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 、ここ結構おるな。オッケーオッケー。普通のね、エンチャの敵だったら全然倒していけますね。おっしゃ、オッケー。で、爆発系の弓なので、もちろん、この矢の消費っていうのは、ものすごく激しいです。なので、絶対ね、増殖っていうのは必要になりますよね。ちょっと待ってね。オッケー。ちょっと増殖しましょう。増殖完了260発。うん、260発あればいい。あ、で、パワーポーション飲むと3400万です。ダメージ。3400万だったら、うん、防護のやつとかでも全然余裕でしょう。あ、キャプテン倒せるかな？ちょっとそれ、試してみようか。キャプテン重要だね。キャプテンをワンパンできなければ、切れちゃうので。キャプテンどこだ？パワーポーションはしっかり取っていけ。どこ？キャプテン。なんか敵はむちゃくちゃいいけど。あ、いたいた。オッケー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 。あ、いや、なんかワンパンじゃなかったみたいでダイナモ切れましたわ。あ、なるほどね。キャプテンはちょっと注意が必要か。まあまあ
一応ワンパンみたいな感じで倒せてはいるので、近接攻撃を入れてから倒すといいかもね。一度近接を入れて削ってから攻撃、でいいかもしんない。なるほどね。もしくはあれか、ドラを使うか。そう、ドラを使えばさすがにワンパンでいけるでしょう。ちょっとドラを装備してみるか。ドラだったらさすがにいけるよ。でキャプテンがもう1体いるかどうかがちょっと問題なんだけどね。でやっぱりそうね、リフレッシュよりも連鎖反応が入ってた方が、これはダメージが出るな。マルチットは、一応発動はするんだけど、でも連鎖反応と二段構えにしておいた方が間違いないね。これは防御面を強化するんじゃなくて火力をもうゴリ、ゴリ上げしていった方が間違いない。オッケーオッケー。ザコは全然ね、もう軽く倒せる。おそらくベイリーさんのやつでも倒せるんじゃない。おっと、もうボスだった。まあ仕方ないか。一応パワーポーション飲んで、あれだね、ドラを使えばワンパンいけるかも。あれマルチショットが発動すれば、マルチショット発動すれば多分ワンパンで倒せるんじゃないかな。 OK 出ました。ではいきまーす。多分いけると思うんだよね。マルチショット出ろよ。いきます。あー出なかった出なかった、出なかったわ。出なかったらちょっと弱いか。あぶね、あぶね。あら落ちてしまった。でも影のブリューで近づいてドラ使って攻撃すれば終わりですね。嘘、終わらんかった。嘘、パワーポーションが足りてなかったか。やっぱボスにはちょっと使えないね。一発入れるぐらいにはいいんだけど、でも雑魚戦ではいけます。ただし、キャプテンを倒すときには最初に何発か叩いて、もしくは20のダイナモの攻撃だったらね、一発でいいけど叩いて、弓矢を撃ってあげると大丈夫そうですね。はい、今日はコメントありがとうございました。無限ダイナモまだできます。新発見だねこれ。なので、爆発系のクロスボウぜひ探してみてください。俺のおすすめエンチャントはパワー、ダイナモ、マルチショット、連鎖反応ですね。それで多分間違いないと思います。で防具は一応球兵とか、あとはなんだろうね、反逆者とか、攻撃力が 30%、20% 上げるやつプラス臆病をつけるといい感じですね。はい、やってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。